ウィリアム・ジャーディン、ウィリアム・ジャーディン、1784年2月24日から1843年2月27日は、イギリス東インド会社の下科繊維。1832年、ジェームス・マセソンと中国の甲州、スナメン島に、ジャーディン・マッセイン商会を設立。中国のアヘン貿易にも携わり、合場となる傍ら、第一次アヘン戦争の開始に暗躍した。 ウィリアム・ジャーディンは1784年にスコットランドの習近郊の農場で生まれた。1800年にエディンバラ大学医学部に進学し、解剖学、臨床学、産科学を専攻した。彼の兄デビットが学費を負担し、ある月会の住み込み見習いになって臨床経験を身につけた。1802年3月2日に卒業し、カラ学位を取得。 同年18歳でイギリス東インド会社に就職。審査の後3月15日彼は2ヶ月分の給与の前払いを受け、東インド会社の海事船舶サービス部門の下下船員としてインド商船ブランズウィック号に乗船した。東インド会社では従業員に個人貿易の内職が許され、各乗組員はタンス2つ分の区間もしくは積載量約100ポンド。 約4 5ラム分を割り当てられた。彼は、抜け目なく、割り当てに関心がない他の船員の空間も借り受けて、かなり蓄財した。ジャーディンの初公開は、インド貿易船の旅で経済に触れたこと以外は、取り立てて変わったことはなかった。この旅で知り合った二人、同じ船団のグラットン号の下下船員、トーマス・ウーリント1801年に、港州に到着し、 最古のイギリス企業であるチャールズマニアック商会、チャールズマグニアック &CO を設立したは彼を貿易省へ導いた人物たちだった。1817年に東インド会社を退職、ボンベイ、ゲンムンバイのコーアスジー、ウィーディングジョルディーン社の貿易業務担当を皮切りに、1823年にチャールズマニアック商会のジュニアパートナーになる。 ま、複数の貿易賞を掛け持ちした。1823年に後期が到来した。チャールズ・マニアックがパリで死亡すると、後を継いだは、インド・ジンズマとの結婚が元で会社を事実上解雇、され、に会社を譲った。ハリン・ワースはジャーディンを共同経営者に迎え入れ、自身は票に出ないようにした。社名は、マニアック商会、マグニアック &CO に変わった。 ハリン・ワースはジャーディンについて、次のように記述している。1832年、ジェームス・マセソンと中国の甲州、スナメン島に、ジャーディン・マセソン商会を設立。インドから清市へのアヘンの水油、フィリピンとの砂糖と香辛料の貿易、真の茶と絹のイングランドへの輸入、戦績書類と積み木保険の取扱い、造船所設備と倉庫の賃貸、貿易金融、 その他貿易に関するあらゆる業務を取り扱った。事業を急速に拡大させた結果、1841年には19隻の大型快速帆船を所有していた。当時、ライバル会社でこれに次ぐ数を所有していたのは13隻のデント、紹介、デントカンパニーくらいだった。同社はその他に数百の小型船、ロルシャト、 沿岸部と河川遡上用の小型の水輸艇も所有していた。1830年代中頃から、新国では、アヘン貿易の代償に銀が大量に流出するのを、恐れた当局が締め付けを強化したため貿易が次第に困難になっていた。この貿易不均衡は、西欧の貿易会社が取り扱う新国産の茶や、絹の輸出額よりもアヘンの輸入額が高かったことを意味する。 しかし、ジャーディンは真でのアヘン取引の拡大を望み、耐震貿易で強硬姿勢を取るよう政府を説得するため、ジェームス・マセソンをイギリスに派遣した。ジェームス・マセソンは、鉄の公爵と呼ばれた外務大臣に面会したが、門前払いを食わされ、傲慢で愚かな男に恥ずかしめを受けたとジャーディンに報告した。1836年に、ジェームス・マセソンがアジアに戻ると、 ジャーディン自らがイギリスに向かうことになった。ジャーディンの出発前に、同業のアヘン密輸業者が寄せた機待を、ウィリアム・ハンターが自由に記している。ジャーディンの出国を聞いて喜んだ、新国政府は、早速、アヘン貿易の停止に踏み切った。公衆の麻薬取締りを命じられた、林即女は、鉄の頭の置いたネズミよ、悪賢くイカ様なアヘン密輸の首謀者は、 中華帝国の天罰を恐れきりの国へと去ったと、カ破して、すべてのアヘンの没収を指示した。その数は、公衆で2万ケース以上になった。彼はまたアヘン犯罪の頭目として、伝統商会の経営者の逮捕を命じ、清への麻薬密輸について、釈明を求める書簡を、ビクトリア女王宛に送付した。ロンドンに到着した、ジャーディンの最初の業務指令は、 パルマーストン教徒の面会だった。彼はエディウッド教区長から教会任務に関する書簡を託されて教のもとを訪れた。教区長の紹介状には後世では皮肉となった次の一文があった。1840年にはアジアとイギリスでイギリス人貿易省と実業家数百人の署名を集め、これを武器にジャーディンは議会を説得し耐震戦争の 予算獲得に成功した。その際戦略と戦術の詳細、新国の政治的要求の内容、必要な兵員、戦艦数などを網羅したと呼ばれる戦争の詳細な計画書を提出している。この計画書でパルマーストン教相手に強調した点は次の通りで、ある。また、拡張ができて、 安全も確保しやすいなどの理由で、甲州や香港の港や島を占領する必要が高まることをも示唆した。この目的を達成するには、陸海軍が適任であることを明言した。この地域の地図と海図も提出した。現在では、不評内閣外交の宣弁をつけたジャーディンは議会に提出した綿密な報告書の中で次のように述べている。 この文書自体にこの男の性格が反映されており、南シナ海海岸地方で最強の貿易省と認知された事情を説明していよう。ウェリントン公の後継外務大臣であるパルマーストン卿は、ジャーディンの囁きにより、新国との海戦を決定したと言ってよかろう。1840年代中頃大艦隊が、新の海岸地帯に出現した。英国艦、ロイヤルサクソンを狙った。 最初の砲撃を合図にイギリスはアヘン戦争に突入した。イギリス戦艦は海岸の砲台や要塞を次々破壊し、激しい艦砲射撃で市街地を無差別攻撃し、さらに北上して北京の資金上を脅かさんばかりの勢いだった。新国政府はイギリスの前に降伏を余儀なくされた。リチャード・ヒューズはジッチョ・香港、A、バード・プレイス、A、 バードタイムの中で、ウィリアム・ジャーディンは、オーパンにふさわしい実績を残したが、兵士ならば偉大な勲功を残しただろうと評している。1843年、清秀両国の当局代表者により、南京条約が締結された。清の五大公の開港、新国在留外国人の違外方権、破棄された派遣の賠償が認められ、1841年1月26日以来、 貿易と軍事の拠点として、未定選挙されてきた、香港島の公式活動が完了した。依然として、非合法だったアヘンをはじめとして、新国との貿易は拡大した。ジャーディン・マセソン商会も成長し、東アジア最大のイギリス継承者として、大使業、プリンスリー本の名で知られた。ジャーディンは、アシュバートン市選出の会議員となり、 イギリスで最も裕福かつ牽制を誇る人物の一人になった。1843年59歳の誕生日から3日後にイングランドで死亡した。パルマーストン教の書簡にはこのような一文が残っている。1859年安政6年、老い、ウィリアム・ジャーディンの姉の子のがジャーディンマセソン商会横浜支店を設立し、地元住民からは a 一番館と呼ばれた。長州五欠、井上薫、遠藤金助、山尾洋蔵、野村八吉、伊藤博文の英国留学は、このウィリアム・ケスウィックが支援した。香港、ドラワンは19世紀前半に、英国植民地政府によって、ジャーディン・マセソンへと払い下げられたために、香港のランドマークには、サデン伝サデン街、サデンボー、サデンサ山、といった、 ジャーディン、中国語表記はにちなむ地名が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。